ンゼルスはプリーサックと契約合意。シーズン成績、22年3勝12敗、防御率 4.31、23年1勝1敗、防御率 7.59。近年は成績不振&問題行動を起こして話題になることが多いプリーサック。コロナ禍での外出禁止令に違反、21年にマウンドを殴って右手骨折。エンゼルスはいよいよどうなってしまうのか。問題児多くない、この球団、収容所かなんかなんか。マウンド殴って骨折って、プリーサックはローリスクハイリターンの契約やろ。プリーサックってマウンド殴って右手骨折したピッチャーだったっけ？プリーサックといえば、2020年にコロナの外出禁止違反で遠征先から自宅へ強制送還されたのが印象に残ってるわ。貧乏球団のファンとしてありそうだなぁと思ってたプリーサック取られたか。エンゼルスがスネルをうまく扱える未来が全然見えないのでプリーサックええやんと一瞬思ったけど、エンゼルスの不安すぎるコーチ陣がメンタルコントロール含めバウンスバックさせられるんかという。ここ3年活躍してないけど、オプションあるし3年保有できるしハイリターンではあるか。クレビンジャーがコロナ禍でルール破ったのは覚えてたけど、もう一人がプリーサックか。エンゼルスがプリーサックさんを拾ったか。プリーサックさすがにマイナー契約だよね。コンテンドするとか言ってるチームがプリーサックなら笑いものだよ。プリーサック、オプション2年分も残ってるのか。おお、プリーサックはええんやないですか。プリーサック天使のしっかり感すごい。プリーサック、毎試合どんなに点を取られても5イニングは投げて試合を進行させる力あるから、OAK ならば戦力としてカウントできる。プリーサックさん、ここ最近の話題がマウンドぶん殴って骨折したことぐらいしかなかったんじゃね。プリーサックってそこそこ良いやつじゃなかったっけ。チーム状況何も考えずに脳死で DH 戦のフリオダニエル・マルティネスで大谷の穴埋めしようとしてるチームには期待できんやろ。大谷、脱獄大正解で草も生えない。最後の受け皿になっとるやんけ。